で、コツとすれば力の受け場を作るっていうのが大事になります。足の指こうやって広げてあげるのってめっちゃ気持ちいいんですよ。はい、どうも、世界一のセラピスト川上拓人です。本日は足の前面の続きをやっていきたいと思います。前回は11番までやってきましたね。11番、足の後面のフリクションをしてから、そして中足骨沿いを、これもフリクションでね、足首まで、指と指の間から足首までっていうのをやってきましたよね。この続きをねやっていきたいと思います。はい、では12番ですね。12番はもう足の後面いくんですけど、足の指をですね、全部ですね1本ずつやって、指と指の間っていう形で各指にやっていきます。はい、で動き的にはまずストレッチですね。回して、指を1本ずつね回して、で牽引していく。で指と指の間を1、2、3ですね。もう一回回して、牽引で指と指の間回して、指を回して、牽引で指と指の間。はい、これね、こういう形でやってます。指を握って、ここで挟むイメージですね。回して、牽引で指と指の間。でここね、ストロークね、短くちょびちょびちょびってやらないように注意してくださいね。全部の指もちょびちょびちょびじゃなくて、しっかり大きくストローク、ちゃんと際までね戻してくる。これがねしっかりできるとすごく気持ちいいです。これがねちょびちょびちょびってやるよりも、ストロークで最後まで際まで戻ってくるような感じですね。はい、で全部の指を回して、もう一回いきますね。じゃあズームでいくと、まずこういう指を作って、足の指を持って回して、で牽引で指と指の間、最後まで際まで戻っていく。回して、牽引で指と指の間、回して、指と指の間、回して、牽引はい、これを全部の指にやっていきます。はい、でこの指の回しが全部終わったら、各指ね、指やって指と指の間、指やって指と指の間、これができたら、ここからねちょっと座ります。ちょっとねこう体勢をねちょっとこう下げて、で続いて足のニーリングやっていきます。で足をニーリングするときに、ここの上からやっていくんですけど、イメージ的には体を使ってグッとこう、ていうか押す、押して引く。で引く時もね、実はこう圧入れてるんですよ。押します、引きます、押します、引きます、押します、引きます、こんな感じです。押す、引く、押す、引く、まあニーリングというかリンギングに近いんですけどね、まあ、ちょっとこんな感じで足を体重を込めて押して引く、押して引く、押して引く。はい、でまあ1往復していただいて、でそこからランダムプッシュですね。これもね、コツとすれば、これね力の受け場を作るっていうのが大事になります。このね力の受け場、こっちがないと押しても足がほらこう戻っちゃうね、こう圧が逃げちゃうんですよ。しっかり受け場を作った上で、力がね逃げないようにした上で押していきます。
で、これもエレファントウォークのような感じで、片方が入ったら片方が抜けて、片方が入ったら片方が抜ける、こんな感じでね、圧が入ったらこうシーソーのような形で、しっかりランダムにプッシュしていきます。でこの時にね、また優先の位置をね確認しておいて、この後優先プレッシャーです。優先を1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3ですね。この時もね、力の受け場の部分もしっかり意識して、グッと圧をしっかり入れるようにしてみてください。はい、はい、では続いてもうここからね立っていきます。足のストレッチですね。足首のストレッチやっていきましょう。本当はね太鼓式とかね習ってる人とかだったら、ここからねこう実はストレッチできるんですよ。こう足持ってったりとか、外側に開いて腰にね足かけてこうで足をね、まあ、ちょっとこうなんていうのかな、思いっきり股関節のストレッチできるんですけど、まあ、オイルでそれやるとね結構ね危ないんですよ。タオルが思いっきり動いちゃうから。なのでまあ、そのストレッチとかのコースで最初こう服着てるとかであればこういったストレッチできるんですが、ちょっとね紙ショーツの場合でタオルがね、外れる可能性がある場合はちょっと注意をしてください。なのでもう足首のストレッチのみでやっていきます。はい、足首のストレッチですね。まずですね、指と指の間にこう指を入れていきます。これね、もしちょっと隙間が狭くて入りきらないとかね、セラピスト自身の手がね大きすぎてこう指入らない場合はこれなくて大丈夫です。もし入るんだったらね、ちょっとね足の指こうやって広げてあげるのってめっちゃ気持ちいいんですよ。ストレッチしたり広げてあげるので、指を入れていくと自然とねこう指が広がってすごく気持ちいいので、指と指の間に指を入れて、でかかとをこう持ちます。でここでストレッチしていきましょう。でちょっと痛そうだったらちょっと注意してくださいね。しっかりこうストレッチをしていきます。で反対側も、はい、でこのストレッチができたら、今度は手根を使ってこっち側に足をグッと持ってきます。1、2、3、こっちですね、押すです。まあ、これ入れた状態でもできるので、入れた状態で押す。でその後これね、引くときに指入れたままだとちょっとね指が圧迫されて痛いので、引くときはねちょっと抜いてもいいと思います。抜きましょう。抜いてこっち側に今度は引く、ちょっと牽引するようなイメージで足首をこっちにこう折るイメージです。こう折るイメージ、こっちに折るんですけど、ちょっと足首もこうちょっと上げるようなイメージでここ伸ばしてあげます。1、2、3、1、2、3、もう一度いきますね。まあ、入れないバージョンだとしたら、まあ、しっかり足首を持ってストレッチで反対側もね、で手根で手前に引く。はい、まあこの足の前面の足首ですね、足首を回して回して、で逆方向回して回して、そして押す引くっていうイメージですね。はい、で足首周りストレッチできたら、今度は足首の老廃物をかき出します。これもね出てきましたね。